私は堂々と菅さんと論戦をし、国民の声を伝えていきたいと思っています、ぜひ皆さん、国会の各所で、それぞれ戦っていこうではありませんか引き継がせていただき、そのつながりを広げるため、本日はオンラインで、多くの皆様にご参加いただいております。それではは本大会議議議長には石川香里衆議院議員 150名の衆参国会議員で、新党は船出することになりましたそして政策を研ぎ、組織を固め、真に国民に寄り添った政治の実現に邁進していただきたいと思います。いいいよいよ新しい 立憲民主党、略称民主党が今からスタートをいたします。明日の暮らしにも困っている、子育てや老後に不安を持ち、公文書の改ざんや立憲主義の破壊に怒っている皆さんと、選択夫婦,選択的夫婦別姓や同性婚、生き方の自由を認めない社会に理不尽さはと違和感を抱いている皆さんと,と、 自分の人生の展望に、この国の未来に漠然たる不安を抱き、今は政治を諦めていらっしゃる皆さんと。こうした皆さんと共に、私たちはこの国の政治を変えていきます。国民一人一人の顔の見える政治へ、国民のために、国民と共に、戦う立憲民主党になる、共に戦いましょう私には、立憲民主党には、国民の皆さん、あなたの力が必要です皆さん、 一緒に前に進みましょうありがとうございました新党の船出にあたり決意を一言お願い申し,申し上げます <laughs> 力を合わせて新しい時代切り開いていきましょうどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました